てめえら、星空写真家タイムラスクリエイター成沢です。真っ暗でごめんなさい。先生、今私モトスコっていうところに来てまして、これからちょっと登山をして展望台から撮影をしようとしています。で、今深夜のね2時、ちょうど3時ですね。ちょうど深夜3時でございます。これから夏の天の川が富士山の城から登ってくるというところで、こいつを登って背負って登るところです。で、今日ちょっと登りながらいろいろ喋りながらやっていこうと思いますんで、よいしょ。この今登っているここは中野倉峠っていうのかな、そこの展望台に今向かってます。昼間に一回登ったことがあって、30分ぐらいのシンプルな登山道だったんで、これは夜も行けるなと思ってですね、ロケハン済みです。なんで私が今ここ登ってるかというとですね、CP プラス2023が、来週開催です。タムロンさんのブースに登壇するんですけど、冬の富士空の作例ばかりじゃなくて、夏の銀河の作例がどうしても出したいと思って、撮りに来ています。もうちょっとかな。今日金曜だから誰かいるのかな、誰もいないといいんだけど、いないいない。このカバンの上半分は防寒具ですね。よいしょ。セッティングします。やば。雲海になりました。あのね、今一瞬この辺り全部真っ白になって、雲の中入っちゃったなと思ったら、抜けて、モトスコが雲海に包まれました。めっちゃ綺麗。すごい。雲海ですね。一気に来るな。もっとじわじわ来るんだと思ってました。こんなに一気に来るんですね。撮影終了しました。これから下山しようと思います。入りましょうか。よいし
これ後で編集するの楽しみだな。よいしょ。中野クラップ上にまた来ました。これなんで来たかというとね、タイムラプスにゴミついてたでしょ。あれね、ほんとね、文句言いたいんだけどさ、俺いつもブロワーでゴミ、センサーゴミ飛ばしたからレンズつけるから撮影中についたってことなんだよね。絞らないっていう対策しかないなと思って。だから朝焼けになってちょっとパンフォーカスにしたいなと思ってもできないんだけど、 ND フィルターとかかましてね、シャッタースピード落とすみたいな、そういう対策をするしかねえなと。もう意地だよね、意地。腹立つからさ、もう一回来ましたよ。味噌汁ね、持ってきたんですね、今日奥さんが入れてくれたんな。おー、味噌汁うめえ。叫んじゃった。うわー、塩分しみる。前ね、コーヒー持ってきたんだよ、これ。コーヒー持ってきたんですけど、うわぁ、味噌汁うめぇ。これ、2本いるな、これ。うまっ。あったまる持ってきてよかった。で、ちょっと雲も出てきたな。まあ、タイムラプスだから雲、まあ、動きがあるからいいけど、その隙間からね、天の川が見えてればいいんですけどね。ね、じゃあ、時間が経つのを待ちましょうか。音楽でも聴きながらね。はい。じゃあこの後はもう今日撮った結果かな。はい、どうぞ。朝になりました。今時間が6時10分。今こういう状況ですね。ここはね、逆さ富士が見えることはほとんどないんですけど、この本栖湖のこの、なんですかね、波っていうかがすごい綺麗で、タイムラプスするとその動きがね、非常に印象的なんですよ。いやー、寒かったですね、でも。めちゃめちゃ寒かったです。まあ今も寒いんですけど、防寒具下忘れてね、上に着る予定だったこのダウンを2枚重ねてるんですよ。下にこの発熱するマットみたいなのがあって、こいつのおかげでちょっとお尻はずっと暖かかったんですよね。で、あとは体中にカイロを貼って、
なんとかなって。こうやってね、たまにこう強い風が吹くんですよね。ざわざわざわって山が鳴くような。山が騒ぐような風がこうざわざわっと吹くんですけど。結局カメラ2台しか持ってきてないんで、あそこにああやって設置したらさ、ああやって設置したら、もうやることなくなっちゃって。ずっとここで、音楽聴きながら、寒さに耐えて、たまに打とうとしたりして。っていう感じで、朝になりました。あ、焼けてきた。あと15分ぐらいでね、太陽が、あそこから昇ってくる予定ですね。月もその横から昇ってくんだけど、月は軽くて見えねえだろうな。さすがに CP プラス前の撮影は今日が最後ですね。ギリギリまで言っちゃったな。でも、めちゃめちゃ寒かったし、眠たいけど、来れてよかったです。来てよかった。やっぱなんかその、なんていうのかな。気が済まなかったんですよ。来ないと。気が済まなかったんですよね。結局自分の思い通りの構図っていうか、それは取れなかったんですけど、雲海も出なかったし、風吹いちゃってね。でも、すがすがしいです。ここまでやって、これだったらまあ、諦めつくかなっていうか、次に進めるかなっていう。まあまだ終わってないけどね、帰って動画作んなきゃいけないから。お客さんとね、呼んでくれたメーカーさんに喜んでもらえるように、頑張るっていうか、自分自身を上手に表現したいなとは思いますね。ライジングさんしました。やっと太陽昇ってきた。ああ、やっぱこれ見ないと帰れないんだよね、俺。今日も一日終わったか。お先に失礼しまーす。おねーす。よいしょ。いや、気をつけて帰ります。帰ったら、最後の動画制作が待ってますね。はあ、いよいよ CP プラスか。頑張ります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー。したっけ。